投稿者が屋上で友人に自分の姿を撮ってもらったという一枚。手すりに寄りかかってポーズを決めている投稿者の腰のあたり、奥の手すり付近に目を凝らせば、血を這うような格好をした幼い子供がお分かりいただけるだろう。写真を撮った時、このような子供は見当たらなかったそうである。これは屋上から何らかの要因で転落死した子供の例である。人に危害を加えるような意図は感じられない。自分が死んでいることに未だ気づいていない悲しい例なのである。次の写真をご覧いただこう。これは携帯電話で撮影された一枚だという。夏祭りの様子を撮影したものだというが、活気であふれる人々の中、不可解な存在が紛れ込んでいることにお気づきになられただろうか。画面右、明らかに頭から下が消えた男性の後ろ姿をご確認いただけただろうか。専門家によると、これは人間の頭から下が消えてしまった状態だという。このような場合、体調の不具合などの理由から幽体離脱に似た状態になっていることが多いという。この男性は健康管理に十分ご注意していただきたい。ギターを持った男性のアーティストを撮った一枚。全体的に赤みを帯びたこの写真の上部に目を移せば、まるで天井に張り付いているかのような不気味な顔がお分かりいただけるだろう。この霊はこの場所に居座り続ける自爆霊である。霊感が強いという投稿者は、このライブハウスに入った時、下半身に悪寒が走ったという。投稿者によると、このライブハウスは今はもうなくなったそうだが、このライブハウスが店を畳んだことと、この自爆霊が存在していたこととの間には何らかの関係があるのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。これは高架下の空き地でバーベキューをした際に携帯電話で撮影された一枚だという。ピースサインをしている右側の男性の背後に黒いシミのようなものがあるのをご確認いただけるだろうか。近づいてみるとよくわかるが、2本の足のようなものが確認でき、まるで高架から飛び降りる人のようにも見えるのだが、この時撮影者を含めここにいる人たちは誰一人としてこのような異常には気づかず、当然だが飛び降り自殺などもなかったというのだが、この場所では過去に飛び降り自殺が起こったという噂があるそうだが、もしかしたらこの場所で自殺した者の霊が今もなお自らの死を受け入れられずに飛び降り続けているのであろうか。投稿者が親戚と旅行に行った際に撮った写真である。ご覧いただきたいのは、画面左、青い服を着た男の子の左側である。そこには大きく口を開けた霊がはっきりと映っている。何かを主張しており、今にも叫び声を上げそうな面持ちである。これは危険な写真である。
おそらくこの写真に写った人物の誰かに強い恨みを持っている霊の姿である。支援を抱いて死んでいった方の霊がつきまとっているのであろう。この霊は早急に払ってもらう必要がある。次は携帯電話で撮影された一枚である。この写真は投稿者の女性がその彼氏を何気なく部屋の中で撮影したものだという。画面全体にオレンジ色の帯のようなものが走っている。これは浮遊霊の姿で、それほど悪い影響はないと思われるが、赤やオレンジの色は事故などの警告を表している場合が多いので、この男性は注意が必要である。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の女性がバイト先の友人と居酒屋へ行った際撮影した一枚であるという。ご覧いただきたい。一見してわかる通り、画面右の男性の口からピンク色の筋状のもやのようなものが伸びている。長く伸びた舌のようにも見えるのだが、専門家によるとこれは霊魂が具現化されたもの、いわゆるエクトプラズムであるという。時として過度の飲酒は体と霊魂の結びつきを弱めるものであるらしい。この直後、彼は急性アルコール中毒で意識を失い、救急車で運ばれた。幸い命に別状はなかったというのだが、この写真が撮られた時、すでに彼は冥界へと足を一歩踏み入れていたのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。これは携帯電話で撮影された一枚である。画面右、背後の建物をよくご覧いただきたい。宙に浮かんでいると思われる女性の体をご確認いただけるだろうか。これはこの土地に関係する例だという。おそらくこの付近で首吊り自殺をした女性の例だというが、今もなおこうして成仏できずにこの付近をさまよっているのだという。とある観光地のペンションを投稿者が訪れた際に撮影した写真。多くの人々が出入りしているその中に霊は映り込んでいる。画面中央、ペンションの入り口のドアに取り付けられた窓に目を移していただきたい。そこには誰もいないはずの場所に佇んでいる男性の霊が窓に映っている。これはこの付近を徘徊する浮遊霊の姿である。おそらくこのペンションのどこかに霊の侵入を防ぐ結界が張られているのだろう。この霊はそのために入り口で立ち往生をしていると思われる。実際投稿者もここでは何も悪いことは起きなかったと述べている。しかし中には結界を破る悪霊も存在していることを最後に付け加えておく。投稿者が友人たちと共にとある心霊スポットに行った際、その途中にあったトンネルで撮ったものだという。これは非常に危険な心霊写真である。1、2、3、4、5、6体もの霊体が映り込んでいるのである。さらに
奥を歩いている投稿者の友人のすぐ左側には真っ黒い霊体が佇んでいる。このような黒い霊体は人間に取り付こうとしている時に映り込むことがある。この友人の身には何も起きていないと投稿者は述べているが、取り付いた霊が潜伏している可能性があるため、今一度皆でお祓いに行くべきである。